ノースイースタリーホーリングライカは、ロシアのシベリア極東地原産のライカ犬種である。ロシア語名は、セーベロボストーチナやサバーカ。ノースイースタンホーリングライカ犬種名は、A 表記が、ハイフンでつなげられていることにより、その部分が、ではなく、ハイフンや、ダブルハイフンでつなげられている場合もある。追い立ちなど詳しい点は不詳だが、かなり古くから。 シベリア極東地に根付いている知見である。しかし、純血の犬種であるにもかかわらず、長年定まった犬種名が存在しなかった。この名は1940年代のソ連の畜犬団体が独断により適当につけたものである。主に犬ぞりを引くためのスレッダーとして使われる。漁師を狩猟場まで運ぶだけではなく、医師や獣医師を運んだり、物資の運搬なども行う。 また、猟犬として、獲物を買ったり、森畜犬として、家畜を泥棒などから守ったり、牧主犬などとして、家畜を誘導、管理することもできる万能な作業犬である。純粋に作業犬として使われており、2007年の時点では、不思議に公認されていない。まず原産地以外では飼育されていない希少な犬種である。 かつてソ連の崩壊後に名前を解明するという動きもあったが、結局現在もかつて適当につけられた、ノースイースタリーの名で呼ばれ続けている。日本犬や本種と近縁であるシベリアンハスキーに似た、スピッツタイプの犬種である。筋肉質で、がっしりとした体つきをしていて、力が強い。ソリー犬としては、一匹あたりおよそ 45kg 程度の荷物を引くことができる。 粗食にも耐え、分厚く密接した、ショートコートによりマイナス45度の骨幹にも耐えられ、とてもサバイバルに適した犬種である。耳は立ち耳、尾は、ふさふさした巻き用で、尾は、ハスキー犬と、同様、寝る時に顔に当てることで冷えを防ぐことができる。毛色は、ブラックホワイトなど様々である。体高58から69センチメートル。 体重34から 50kg の大型犬で性格は仕事熱心で仲間意識が強く有効的だが自分がリーダーと認めたもの以外には簡単に服従しない運動量は非常に多く寒さに非常に強い分厚さに非常に弱いため高温多湿の気候下での飼育は不向きである丈夫でかかりやすい病気はほとんどないが 戦術の高温多湿化の場所で飼育すると、湿気などで、地肌が群れて、皮膚病になりやすいので注意が必要である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓薬成分動振興者、2007年。ありがとうございます。